注意。うんたらかんたらいかやく。それではゆっくりしていってね。今回はアメリカ南部から見た南北戦争について見ていくよ。この時代のアメリカ南部と聞けば真っ先に思い浮かぶのは綿花プランテーション、そして黒人奴隷。アメリカ南部の歴史はこの二つが密接に絡み合い展開していくんだ。では早速見ていこう。このグラフを見ると綿花生産量の急激な増加が見て取れるね。これはイギリスでの産業革命の進展による急激な需要増と補強を合わせていたんだ。そしてこの綿花生産量の増大は綿花生産地を広げることで成し遂げられ内陸部に広まっていったんだ。これにより南部は綿花王国として地域的に結束することになったんだ。でその綿花を大量に生産するための労働力として黒人奴隷が投入されるわけだ。黒人奴隷の数は1800年時点では90万人程度だったのが半世紀余りで400万人以上に増加。中には人口の過半数を黒人奴隷で占めた州もあるほど大量の黒人奴隷が用いられたんだ。ちなみに奴隷所有者は約40万人程度であり南部白人人口のわずか 4.9%。家族単位に直しても約 28% 程度であり非奴隷所有者が大多数であったんだ。でここで一つ疑問が生じる。なぜ南部だけで奴隷が広く用いられたんだ、という点。事実、奴隷制は南部だけでなく北部でも行われていたんだ。例えばアメリカにおける工場制度が誕生したロードアイランドの工場でも奴隷を用いてたからね。相違点はズバリ経済面、農業システムに差があったんだ。北部では家族経営の小規模経営が中心となっていた。この場合労働力が必要なのは農繁期だけでそれ以外は別に必要でもない。で奴隷は安価な労働力と思われているが実際はそうでもない。当時の農業労働者の日給が1ドル以下に対し奴隷1人当たりの価格はなんと1000ドル。さらに衣食住の負担も発生するわけだからね。そのため北部ではそもそも奴隷を用いるのが経済的に困難だったんだ。で南部のプランテーションは北部の農業と違いとにかく綿花は儲かった。奴隷プランテーションは効率的でありなんと北部の家族経営の農業と比べて 35% も効率が良かったんだ。貿易に占める綿花の割合だけど40年代から60年代まで総輸出額の半分を占めていたんだ。また南北戦争勃発直前の1860年における綿花輸出の収入は1億9200万ドルにも達し、これは連邦政府の歳入の4倍にも達した。こんな感じで綿花は文字通り王様であったんだ。そのためこんなに儲かるわけだから綿花のモノカルチャー経済への傾斜を強める方向に。さらに儲かりすぎたがゆえに工業化や産業の多角化が阻害される結果になってしまったんだ。このように南部はアメリカ経済を支えてたわけだけど、さらに言うと、アメリカ大統領は2代目を除き初代から5代目までが全員バージニア出身。これらのことから南部はアメリカの政治経済を担っているという自負が強かったんだ。さてこの綿花プランテーションの依存、つまりモノカルチャー経済には致命的弱点が。それは経済的な従属、そして世界市場の需要や市場価格の変化に大きく反応するという問題がある。そんな中1837年に恐慌が発生し綿花価格が低迷。これにより南部経済は衰退の兆候を示していったんだ。それに対し北部は産業革命をすでに起こしており不況からいち早く抜け出し発展が進んでいた。これは南北の経済主導権が入れ替わったことを意味し南部では北部への従属意識を強めていったよ。で流通面にもある問題が。南部の綿花は北部の商人によって南部の港に集め、その後ニューヨーク港に輸送しそこからヨーロッパへ輸出。そんで北部の商人はヨーロッパで商品を満載した後南部の港へ引き返してこれを売りさばき利益を得ていた。この南部の綿花を軸とした三角貿易により南部は流通面において二重の収奪を受けていたんだ。さらに生産面においても北部は工業化が進んでおり未来があるのに対し南部は将来性のない綿花生産。南北戦争直前の1860年、ケテルが行った分析では南部から北部への富の流出を2億3150万ドルと見積もっていた。この数字が正しいかどうかは置いとくとしてこれは南部の北部への従属意識を強く表したものと言えるね。40年代にこの従属状態を何とかしようと南部では経済的自立の構想が行われたんだ。この工業化論で注目すべきことは南部諸邦の独立、つまりアメリカ連合国の樹立が視野に含まれていたこと。ただし工業化論はプランテーション経済の問題点の部分的改良にとどまりプランテーション体制を覆すものではなかったんだ。つまりプランテーション体制を補強、強化するものであり政治経済的に合衆国からの自立をするための位置づけであったよ。50年代に入ると綿花価格は上昇に転じ南部は再び発展を開始。
この間に資本投資額は倍増し工業の多角化が進んだんだ。これはある程度は工業分野で北部から自立しプランテーション体制の補強、強化がなされたと言えるね。さて50年代に入るとアメリカでは西部に増えた準州をめぐり奴隷制の綿花プランテーションを拡大したい南部。そして自由土地として確保したい西部の独立自衛農民の対立が激化。さらに南部が望む自由貿易と北部が望む保護貿易の対立も激化。こうした対立は政治面にも拡大し共和党の成立など政治面の再編が進んだんだ。奴隷制は南北対立の焦点となり1860年の大統領選挙で民主党は北部派、南部派の分裂を引き起こしてしまったんだ。ただこの時点では南部派が支持するブレッキンリッジは連邦からの離脱は否定しており、仮に共和党が勝った場合でも南北の分裂はありえないと嘲笑っていた。でこの選挙ではご存知の通り共和党が擁立するリンカンが勝利。これは南部が連邦上院と大統領を握るという建国以来の基本戦略の破綻を意味した。この時点ではリンカンは奴隷制を廃止するつもりはなかったもののリンカンは北部の大統領で奴隷制反対を掲げる共和党。将来的に奴隷制は消滅すると思われ奴隷制に立脚する南部にとっての未来は非常に暗いものだった。で危機的状態となっているこの状態を何とかするためクリッテンデンが協定に入ったんだ。上院における南部の代表はこの妥協を受け入れようとした。しかしここで北部が支持する共和党が拒否の姿勢を示したんだ。理由としては南部の連邦離脱はこけ脅しだろうと考えてたようで。しかしこの姿勢を見ると南部の穏健派ですら北部は南部をまともに扱わないと確信。実力行使が必要であると考えるようになってしまった。南北の分裂回避を望んでいた南部の指導者も、北部に対抗するためには一つにまとまらなければならず南部を守るために妥協の提案を行わなかった。また同様の考えを持っていた北部の指導者も妥協は不要と考え歩み寄りは行わず平行線をたどることに。ここに至り南部は究極の二択を迫られた。独立を宣言し新国家を打ち立てるか残留し少数派として従属化にとどまるか。ただし南部も北部もほとんどの人がアメリカ合衆国として統合されることを望んでいた。アメリカ連合国大統領として就任したジェファソン・デイビスですら1858年に至っても、この偉大な国は一つに結ばれ続けるであろう。私の国であり、私の心の奥深い飛騨に達するほど、私はこの国の全てを、あらゆる部分を愛している。と語っていた。しかし南部が下した決断は合衆国からの独立であった。1860年12月20日、熱烈な奴隷制擁護派であるサウスカロライナ州がついに連邦脱退を宣言。過激派は脱退を当然支持。穏健派は連邦離脱に反対であっても南部の権利と生活様式を守るためにこれを退けることはできず。で過激派に引きずられる形で続々と南部州は離脱を宣言しアメリカ連合国の樹立を宣言したんだ。こうしてアメリカ合衆国は北部と南部、奴隷制をめぐりついに分裂へと至ってしまったんだ。さてここで問題になったのは南部にあるサムター要塞。北部はこの要塞の放棄を拒否し救援隊を派遣。しかし南部からすれば軍事施設が他国の統制下に置かれるわけにはいかない。ここに至り1860年4月12日、南北はついに衝突を開始し南北戦争が勃発することとなったんだ。戦争の勃発により合衆国離脱には慎重であったバージニア州他3州も合衆国から離脱しこれに続くことになったよ。南北双方の分裂回避の努力は水泡に返し南北の分断、そして衝突という最悪の結果に突き進むことになってしまったんだ。さて1860年時点の南北の人口差は北部1900万に対し南部は黒人合わせても1220万程度と劣っていた。さらに南北の工業力を比較すると南部が1億9300万ドルに対し北部はなんと16億ドルという大きな差が存在。まあ南北ともに軍事生産の準備が全く行われておらずどちらも外国の輸入に頼っていたから大きな問題にはならなかったんだよね。でこのデータを見る限りでは南部は後進的であると見ることができるけど問題がある。このグラフは南北の平均所得だよ。これを見るとやっぱり南部は遅れてるじゃないか、という話ですが。こう見るとどうだろう。そう、別に南部は劣っているというわけではない、貧困で遅れた土地ではないことがわかるね。さらに言うと一人当たり所得の年平均変化率は驚異の 1.7%、北部が 1.3% なので南部は北部より 30% も早く成長していたんだ。次は1860年当時の各指数比較を見ていこう。工業が後進的と言われるが鉄道の一人当たりマイル数は北部に比肩してる下国と比べればズバ抜けた数字になっている。
綿織物生産においては北部に対しボロ負けではあるが、世界で6番目に位置し遅れてるかと言われれば別にそうでもない。銑鉄に関してはそもそも南部では石炭や鉄鉱石といった資源が少なかったから、これは仕方ないね。結論とすれば北部と比べれば確かに工業面においては劣っているが、国際的に見れば後進的ではないということなんだ。緩和9代。さて南部の最大の問題点は文献的であったこと。とにかくこの地方文献は戦争遂行には大きな足かせとなってしまったんだ。また流通面にも問題が。鉄道や道路網は綿花の輸出経路に沿って発展していたため、必要な場所に物資を運搬する能力が欠けていた。そのため物資はあるのに軍の補給に四苦八苦することになってしまったんだ。さてジェファソン、デイビスは戦争を遂行するために武器、物資、軍隊を大統領の統制下に置こうとした。当然反対する動きが起こるものの、戒厳令を敷くことでこれに対抗。政府は工業を規制し、必要なものの生産を強制したり、鉄道、船舶を統制。さらには企業の利益や配当さえも規制を実施。これにより政府は南部経済を完全に支配したんだ。これを成し遂げるには巨大な官僚機構が必要となり、終戦時には逆に南部は北部よりも大きいものとなっていた。これは逆に中央集権化が進んだと評することができるね。さて戦争末期になると意外なことに南部でも奴隷解放問題が浮上することになる。これを積極的に主張したのは連合国大統領ジェファソン、デイビス。彼は南部の独立のためなら奴隷制の存続などはかなぐり捨てても良いと考えていた。やり方としては政府が40万人の黒人男性の労働者を買い上げる。その後南部居住の承認を約束し、兵士として戦わせることを主張。そしてこの兵士たちの妻子も一緒に解放させることを言明したんだ。ただしこの主張は林間たち北部と同様に黒人の平等は求めていないという点では注意してね。しかし南部にとっては急進的な改革でもすでに遅く、あまり戦争には影響を与えなかったんだけどね。南部は南部の権利、生活習慣を守るために独立した。しかし独立したアメリカ連合国は逆に非南部的なものとなってしまったというのはある種の皮肉でしょうか。さてご存知の通り戦争は南部の敗北で終わったわけですが、受けた被害は大きかった。そして南部において再建がスタートすることになる。新しく誕生した南部の共和党政府は工業化や近代化を推し進めたが、その政策には当然大金が必要。そのため大増税を実施し、たった10年で税負担が3、4倍にまで激増。当然ながら白人たちにはそっぽを向かれることに。これに人種差別的批判も絡み合い、共和党政府は白人からは支持されず。また肝心の黒人たちも激しい投票妨害を受け、暴力、不正により共和党政府は次々に崩壊することになる。さらに再建を主導している北部においても、民衆の南部に対する関心は薄れていき、1874年の中間選挙で共和党が民主党に敗北。そしてだんだんと共和党は南部の再建に対する興味を失っていった。しょっちゅう南部で暴動が起きており、共和党のグラント大統領曰く、国民は南部の暴動にはうんざりしている。そのため1875年9月、ミシシッピ州への軍事介入を拒否。こうして再建は1876年に終了し、1877年までに連邦軍は撤退。このことからどんな結果になろうとも南部の問題は南部で解決することになったんだ。次は南部のプランテーション制のその後について見ていこう。黒人は解放され、従来のプランテーション体制は崩壊した。元黒人奴隷は自由を求めていたが、プランターたちは奴隷制に限りなく近い状態で働かせたかった。この二つの意見をすり合わせたのがシェアクロッパー制。これは土地の利用と貸付品と引き換えに作物の一定部分を地主に支払うシステムなんだ。ただし問題が発生。綿花の主な供給先であるイギリス繊維業は1860年代にはすでに各市場に浸透していたため頭打ちに。なのに南部の綿花生産量は増加を続け、需要と供給のバランスが崩れ綿花価格が下落。なぜ作物の転換が行われなかったのか。作物の転換には当然ながらお金が必要。南部では銀行と信用が不足しており、地方商人からお金を借りる必要があった。しかしこれらの商人は資本力が乏しいため、融資条件は厳しく現物支払いを要求。金利は 60% から 100% にも達し、さらに融資条件として現金化が簡単な綿花栽培を要求した。もはや農民には選択の余地はなかった。一応綿花栽培で生活できる以上綿花栽培を継続。80年代にはさらに厳しくなり、黒人、白人貧農にも拡大。南部農民の多くは食料自給能力を喪失。それでも生きるためには綿花栽培にしがみつくほかない。
また黒人たちは債務の増大に苦しみ奴隷時代と変わらず厳しく地主たちに縛り付けられた。結果シアクロッパー星は北部に対する植民地化を方向づけることに、南部経済は果てしない停滞を迎えることになってしまったんだ。というわけで南北戦争の話はここまで。ここからは補足としてアメリカにおける奴隷制の実態について見ていこう。奴隷といえば長時間、重労働で死ぬまでこき使われてるようなイメージがあるけど実際はどうなのだろうか。奴隷の平均労働日数は1年あたり281日、そして労働時間は2800時間ほど。やっぱり長いじゃないか、という話ですが。なんと当時の北部の工業労働者の平均労働時間は3200時間。つまり相対的に見ればそこまで長時間労働ではなかった。また奴隷の食事は貧相なイメージがあるものの実際には2500から3000キロカロリーを摂取しており食事はそれなりに充実していたんだ。奴隷の平均寿命を見ても36歳と当時の基準で見ればひどいわけではない。一般論で言えば奴隷は重労働で老人になる前に死なせるというイメージですが実態は大きくかけ離れてるということなのです。事実黒人奴隷は1830年から60年までに200万から400万人に倍増していたんだ。その理由は簡単、奴隷は金を生み続けるから。なんと奴隷は70代終わりになってもまだ利益を出し続けていたんだ。だから奴隷を重労働で一気に限界まで絞り上げ若いうちに死なすよりも待遇を良くして長く稼いでもらった方がお得、ということなんだ。理由としては1830年以降奴隷価格が高騰したため使い潰すなんてことができなかったからだよ。そのため奴隷に対しボーナスを与えることで自発的に勤勉に働くように仕向けたりもしてたよ。他にも暴力を恐れ奴隷が逃亡すると監督不行き届きでその監督が首にされる可能性が高かったんだ。それで奴隷が逃走する場合は労働環境の改善が必要とされ監督者に責任がある場合は交代になる場合も多かったようで。ただし奴隷制の本質は暴力による強制労働と人権抑圧であることには変わりなく。これらのことから奴隷制は正しかった、と結論を出すのは大きな間違いですが。こういう統計的な視点で見るとまた違った奴隷像が浮かび上がってくるわけですね。というわけで今回はここまで。もし〇〇から見たバツバツが見たいというリクエストがあればどうぞ。ということでご視聴ありがとうございました。